ハニューの感動の瞬間、平イ五輪での絶叫と微笑み。2018年、平イオリンピックのメンズフィギュアスケート競技で、ハニューさんは金メダルを獲得し、日本中を感動させました。その感動の瞬間を、一瞬一瞬の表情として切り取った写真が、私たちの心に深い印象を残しました。本記事では、ハニューさんが平イ五輪で見せた絶叫と微笑みの瞬間を振り返り、 その背後にある感情と物語を探ります。絶叫の瞬間、平正五輪リンメンズフィギュアスケート競技の最終演技、羽生譲さんの生命。その終盤、彼の表情が変わりました。私はジャッジ席から見て右側のフォトポジションにいました。高い位置から6 0 0ミリの超望遠レンズを構え、その瞬間を捉えるべく待機していました。彼は演技を終え、勝利を確信したかのように人差し指を突き上げ、 拳を固めて右腕を振り下ろしました。この瞬間、私は彼の喜びのピークだと思っていましたが、最大の山場はこれからでした。ハブさんは両手を広げ、大きく息を吸ったように見えました。そして、顔つきが変化しました。その瞬間、私の手に力が入り、カメラを握る手が硬直しました。ハブさんが絶叫し、感情が一気に爆発しました。この時、 ピントやフレーミングを気にする余裕はありませんでした。溢れ出る感情に圧倒され、その姿をファインダー内に収めようと必死で格闘しました。日常生活で両手を上げて絶叫する場面はあまりありません。特に人前で涙を流すことは少ないでしょう。そのため、スポーツ写真が捉えることができる選手の表情は、感動の瞬間そのものを切り取っています。 私はこれまで五輪などで何度も歓喜の瞬間を撮影しましたが、平正五輪での羽生譲さんのあの光景は忘れられません。微笑みの瞬間。帰国後、平正五輪の写真集を手にしたとき、私は驚きました。写真集の表紙に使われたカットを撮影した覚えがありませんでした。その写真は、表彰式を終えた羽生さんがホッとしたように微笑む瞬間を捉えたものでした。その優しく、 柔らかな笑顔は、見る者にも幸せな気持ちを与えました。選手の喜びは多様で、それを写真にすることは感情を切り取る一つの方法です。自分で選び出した写真であることを忘れていましたが、今となってはこの写真が私にとって一番のお気に入りです。結論。平正五マサゴリンでの羽生結弦さんの感動的な瞬間は、私たちに感動と喜びを与えました。その瞬間を捉えた写真は、 彼の人間性と情熱を表現しています。スポーツ写真は瞬間の美しさと感情の深さを伝える力を持っています。羽生ゆずるさんの絶叫と微笑みは、その最も美しい例の一つであり、平正五輪の永遠の記憶として私たちの心に刻まれています。